たよ。おお、スイートキラー変えたらいきなりいいね。秋シーバスの引きです。どうかな最後は。あー、引く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 、バンタムのね竿ですが、おお、いいサイズ、いいサイズ、タモ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 。スイートキラー、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ、よいしょ。おお、スイートキラーにいきなり超でっかいのが、でかいやー、潮止まってる時間だけどね、素晴らしい。はい、スイートキラーにでっかいの来ちゃった。いやー、これは長いでしょうね。え、やったー。いやー、これですよ。すげえ。いやーね、秋の荒食いシーズン始まってないかなって感じで来てみたところ、ダーン、いや、でっかいね。よし、じゃあちょっとね継続して逃がしてあげたいと思います。スイートキラーフィッシュ、うわ、重い、ダーン、やったね。いや、長いね、いい感じ。改めてね、いやー、よく来てくれたね、立派な鈴木さん、イエーイ。よいしょ。で、タックルはねこんな感じです。後で説明します。じゃあね、こいつはね早めに出してあげる。イエーイ、バイバイ。はい、でね、タックルなんですけども、これねシマノの、スコーピオンの MD ってねやつに P ラインのね4号ね、8本より PE の4号を入れておりまして、ルアーはこんな感じでスイートキラーね。おいでもって、これねリーダーはねフロロカーボンのね80ポンドを、珍しくね、ちゃんと FG ノットで結んでね、80ポンドのリーダーをつけてこんな感じで泳がしております。いやー、太かったね、いいとこかかってたからね、スイートキラーに変えたら一撃でした。イエイ。いやー、びっくりした。スイートキラーやべえ。ねえ、もうワンオークのなんか襲いかかったね。いやー、なんだろう、これねすごいワンの奥の方のね、なんだろう、さりげない水門だから復興とかね、そういうサイズはよくね釣れるのかなって、まあ小さいのいっぱい釣って遊ぶところなんだけど、今日はねスイートキラーのナイスな泳ぎになんかが襲いかかってくれちゃいました。幸先いいな。今日潮で、小潮でね全然今動いてないんだけど、キーショットが決まっちゃった、ね、さあ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 、ちょっと本命のとこに行こう。おお、すっげえ、カモン、ボイルしたね今ね。なんかいるよ、潮がね悪いから全然動かない。チャンスだね。いるね、いるよ。うわ、食った。あー、でかい、でかいのいる。
ちょっとハキシーバス食い損じた。まあ、横っ腹長かったよ。Thank you.